広島の今までのだと、一つあったのが、このレギュラークラスから、一人とか二人変わっちゃう、あの、ほら、出場停止とかあるじゃないですか。その時にちょっと勝ち点を落としやすいみたいなものが、一つ弱点ではあったんですけど、どうやら今年は、そこのポジションすら埋まったっぽいっていう。あら。それが、やばい。へで、特にそのすごいのが、中野修斗選手。 山崎太一選手の人この2人、まあざっくり言うんであれば、あの今、川崎に山村選手っているじゃない山村和也とか山村和也2人登場みたいな状態なんで、急に。後ろ結構いろいろできる感じの。そで、身長も高く、ジャンプ力もあり、守備力なんてもちろん、そんな感じ、あの守備版三笘薫みたいなもんだと考えていただける。 なので、敵チームからすれば、うん、広島からどうやって得点を上げられるか。はい。もしくは、広島から得点取れるんだったら、うん、俺らの高音力大丈夫かもしれないみたいな。うん、そんな感じになっていくようなところはあるんじゃないかなと思っていて、うんうん、このチームから本当にどうやって、 点取るんだろうなっていう史上最強クラスのディフェンス網になるんじゃないかっていうところがあるのではははそこを皆さんちょっとお楽しみいただきたいなとう、ね、そうですかねはい<ー>なので広島は今年移籍でいっぱい取らなかったとかっていうのも、はい、それが理由だったんじゃないっていうのもありますよね結局いいっっぱい取ったところで、はい 合わなかったら意味ないでしょっていうのもありますからあと取るんだったらまだ川辺マネーとかまだ残ってますのでああなるほどうんそれはまだだから来たるべきタイミングの時に取っておくなんていうは,はあまだ残ってるとて、ね、なぜ知ってるへねえだってなぜ知ってるも何もまず、はい、この間ほらウルブスへの遺跡も発表されましたから、ねはい、またもらえるわけそまた入ってきますはあどのくらいくらいでしょうね たくないってことでもないあのねそういうのはあるらしいんですけどとはいえ入ってくるだけでまず嬉しいじゃないですか,、はい、だかそれもね、はい、今後に聞いてくるでしょうし、はい、まあ楽しみですね、うん、ここはね